こんにちは、西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマ、幼児期に必要な社会性です。それでは西荻フレンドリースクール室長、本野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、なんか幼児期と社会性ってなんかイコールとつながらないようなところがありますけどね。そう、やっぱり社会性っていうと、まあ大人になってからよく言われる社会性ってね、この人全然社会性ないじゃないとか、よくこう大人になって就職したりとかした時に同僚から、本当にあいつ社会性ないよな、勝手だしとかって言われるけど、じゃあ社会性ってよく考えてみたら、そんな大人になってからつくのかなっていうのが正直思いますよね。でもその本当に紐解くと、社会性なんていうのは長年かけて作り上がったものだし、自分たちの人生経験だったり、こういうことしたらちょっと失敗しちゃったけどっていうけど、でも大元のものってやっぱりすぐにはつくものじゃないっていう、じゃあどういう時からつくのかなってずっとまあ下って辿っていくと、やっぱり2歳ぐらいからかなっていう。だから赤ちゃんとか0歳とか1歳児なんていうのは、本当に何にも好きなことしかしないし、ミルクが欲しければ泣くしっていうんだけど、やっぱりうちなんかはだからフレンドリーでは仲良し教室っていう2歳児のクラスは、最近1歳6ヶ月からまあ入会可能なんですよね。なぜかっていうと、よく見てみると2歳ジャストじゃないんですよね。1歳6ヶ月から少しずつ小出しじゃないんですけど、1歳6ヶ月から好きなことは自由にさせるけれども、あんまり長い時間もうずっとそればっかりやってるっていうのも、一見人から見たら集中してるように見えるけど、でもちょっと間違うと、まあそれがあまりいい方向にいかないっていうことが、うんあるから、やっぱりそういう意味では1歳6ヶ月から少しずつ周りのことを教えていく時期としては、まあマッチングかな、で2歳になってから本格的にっていう。でやっぱり幼児って可愛いですしね、何でもまあ子犬でも子猫でも何でもちっちゃいうちって可愛いんですけど無害だからね可愛い可愛いって、こう何をしても可愛い、エベレーターって言ったらもう言っただけでも可愛いとかねいう気持ちでね、こう子育てをしていると、こう社会性っていうのは本当に身につかないんですよ。はい、そのままずっとね、いつまでたっても子供は可愛い、もう宝、生きてるだけでいいなんてね、そんな思いで子育てをしてると、本当に子供って社会性って身につかないんですよじゃあいつから幼児の社会性が身につくのかなって考えると、まあ多分2歳ぐらいからかなと思うんですね。でなぜかっていうと、2歳って本当にみんなが言われてるように、こう自分っていうものが目覚めてくるんです。はい、まあ、それいつまでも赤ちゃんのままなわけないのでね、そうすると楽しいこととか嫌なことが分かるようになるんですよ。それは誰だって楽しくしていたいですよね、人間素であれば。だからもう2歳児なんで、もっとそんな多くのことはできないので、何時間でもね、もう楽しいと思ったらこうすごく集中できるんですよ。それを他のその親としては、なんてうちの子集中力あるのかしらっていうのはちょっと間違いかなっていう。それは楽しければ何時間でもやる、でもその分だけ自分の世界にも入っていっちゃうし、うちにこもってくるそうなんですよ。どん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 こう外にも出なくなって、自分のこう楽しいことだけをやるようになる。ほっとけばそれは何歳になってもやるんですよ。で自分にとってね、じゃあ今度逆、自分にとって嫌なことはもう断固拒否なんですよ。もうどんなことしても、床に寝転がったって、もう寝転がって足バタバタさせたって嫌なことは嫌なんですよ。こっち恥ずかしいなと思うけど、子供はそのこと考えてないから。で今度は断固拒否をするけど、いややっぱり親としてはやめたらとか、ちゃんと起きて話そうよとかいろいろ言うんですけど、でもあの手この手でね、最初はもういやーみたいになったら、次は今度は人の前でもうひっくり返って足をバタバタさせて
もうそれでも拒否するっていう、困らせるみたいな、ね、そう。だから本当の子育ての戦いっていうのはもう2歳からなんですよ。はい、例のイヤイヤ期ってやつですね。そう、2歳になるともう気に入らないとおもちゃは投げるし、ね、じゃあここに片付けしようねっておもちゃ箱出してきても本当にボンボンとかって投げたりするんですよ。でだいたい公園に行くと、はい、他のお友達が楽しそうに遊んでるものは取る。あ、そうで、と取ろうと思っても貸してくれない場合は今度お友達を叩く、はい、まだ言葉も出ないからこうもう気に入らなかったらやめてとか嫌だとかちょうだいとか言えないからこう叩く、そういうのもまあこの時期なんですよね、はい、だからそこから少しずつまず物は絶対投げないと、そういう時に注意していかないと本当に2歳3歳4歳になってもね気に入らなかったらブワーンとか投げるし、平気でね、うん、よく大きくなって家庭内暴力になった時にやっぱ茶碗投げたり大きくなっても物投げたり障子に穴開けたりっていうのと同じ原理なんですよね。気に入らなければ大きくなったって物投げるし、あの、そう、だからそういう物を投げない、お友達を叩いたら友達ってどんな気持ちになるのかな、じゃあそれでも分からなかった、じゃあ自分がこうやって叩かれたらどうって言うと、いや、 やっぱり大体嫌だって言うんですよね。じゃあ自分に対してされて嫌なことは人にもしないって、例えば叩くぐらいだったらこうやって友達叩いたらあなたも叩かれたらどうやってボンと叩いてあげたら嫌だって言うんですよ。でもだんだんこうそれをちゃんと教えていかないと、なんていうのかな、じゃあ引っかかれたとしますよね、そしたらやっぱり子供じゃあんた引っかかれたらどんな気持ちになって、叩くぐらいなら叩き返すかと、ね、引っかいてね、あんた引っかかれたらどんな気持ちになって、虐待のレベルになってきちゃいますね、それはちょっとできないから、うん、やっぱり叩いてる時期に、うん、もうほんの些細なことだけど、うん、ねとかやっぱりまあ2歳じゃまだわからないけど3歳4歳になったらやっぱり人の嫌なことを言いますよね、意地悪なこと言ったり、でもあなた自分が意地悪なこと言われたらどういう気持ちになって言ってあげる、まあ、これくらいはできるんですよね、うん、だからそういうこの、まあ、2歳では人の嫌がることを言うっていうのはまあわからないけど、でもこの3歳4歳になった時に人の嫌がることは言わないっていう、じゃあ言ってみたらあんたどんな気持ちになるって言ってもわかるんですよね。だからこの自分に対してされた嫌なことは絶対人にもしない、これもすごく大切な社会性なんですよ、はい、ではそれを身につけるためにはまず叩くところからね、ね、それはいかにやっちゃいけないことかっていうことをやっぱり2歳は2歳になり3歳になったらその人の悪口言ったりとかね、うん、嫌なこと言ったりとかそういうところで少しずつ置き換えることができるものはすぐに置き換えて、こうやだからそういうものっていうのはすぐにじゃあその場で叩くことを叩いたら嫌な気持ちになるでしょうだけどまた次のことが出てくるから、そう、ね、そう1回でできたらそんな苦労しないですもんね、やっぱり根気強くねその都度その都度もぐら叩きのように教えていく必要があるかなと思いますね、うん、そうですね、うん、でやっぱり2歳ではあまりそういうことはないんですけどやっぱり3歳4歳になるともう一つ人に迷惑をかけない、例えば病院の待合室とか、まあ、電車内とかでこうよく見かけるんですけど、うん、静かにしてるなと思ったら親がスマホを貸して電車の中でもう目を皿のようにしてゲームをさせればまあ確かに静かになりますよね、うん、でそうやって待たすんじゃなくてここで騒いだら、ね、みんな、ま、やっぱり周りの人はどんな気持ちになるか嫌でしょ、迷惑を、そしたら騒がないで静かにしてようねっていうふうに言って我慢して黙って静かにしていることができたら褒めてあげると、そうするとまた あそうかこうしてればいいんだなってこう社会性が身につくっていうんですかね、だからよくフレンドリーに
通ってくるのに2歳児だと、まあ、車で通ってきてる人もいいんですけど、たまには電車に乗せてって言うんですけど、やっぱり電車の中で例えば3歳でもね、3歳だったかな、なんかやっぱり通ってくる時に自分が座れないと、お母さんに座りたいな、僕疲れたから座りたいなと言って前のお客さんに聞こえるように言って譲らざるを得ないですよね。そうです、すごいですね。そう、うん、だからそういうことも3歳ぐらいになったら言うんですよね。やるね、はい。それでやっとある子なんかは2歳児だったかな、ある子はやっと座ったんですよ。結構遠くから来てたんですけど、やっと座ったと思ったらね、騒ぐんですって。もうなんだかんだもうギャ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 言って、それでもとってもなんか周りに迷惑をかけたんで、しょうがないから座ってるけど、また駅で降りて、はい、で子供をなだめて、うん、こういうところでこういうことしちゃね、迷惑でしょって言って、納得したと思ったらまた次の電車に乗るんですって、はい、フレンドに来るまでよ、はい、またそこで騒ぐんですって、はい、また2駅ぐらい行ったらまた降りるんですって、その親が。すごい、それで辛い。まあ30分ぐらい遅れてきた子がいたんですよ、うんうん、はい。でも仲良し教室でその気のある子は、私は別にすぐ次は入れないんですよ、遅れてもいいようになってるから。だからお母さんには十分毎回毎回ね、大変だけどそういうふうにしたら降りて納得させてまた乗る。ダメな、さあ子供だってやっぱだんだん面倒くさくなるじゃないですか、乗ったり降りたり、さすがに2歳児でも。でうちは遅れてもいいから、それをやってみてって言ってたら、やっぱりそのうちちゃんと静かにこう乗れるようになったっていう。だからこうなんていうのかな、騒がずにこうきちんとね、親がこういうところで騒いじゃいけないよ、静かに待ってようね、みんなに迷惑かかるしって言ってこうできた時は偉かったじゃない、ちゃんと待てるじゃない、今度もそうやろうねって言って、あの声かけをしてできたら褒める、これをこう繰り返していくと自然に子供に社会性が身につけて、うんうん、それをスマホとか与えてゲームとかさせたり YouTube を聞かせたり見せながら静かにさせるてれば、それは社会性は身につかないっていう、うん、そうですね、うん、だからで3歳4歳になるにつれて、今度またやっぱり2歳3歳ではやっぱり周りの人たちと仲良くするっていうところまでの社会性って身につかないんですよ。でやっと3歳4歳でまあ幼稚園に通い始めて、まあ、保育園の子たちはもっと手前で集団行動に入ってはいくんですけども、生活しなきゃいけないから、ね、そうだからといってじゃあ保育園たちの2歳児3歳児クラスがみんなで遊べてるかというと、どうもそうでもなくて、保育園の中にはいるけど各自で遊んでるっていう、うん、でもそれが保育園でも幼稚園児でも3歳4歳になるとこうやっとこうみんなで遊べたり、集団の中でね、あのみんなで仲良くできたり、協調性があったりっていう、でやっぱりそれができたら、あ今日は保育園とかね、幼稚園でちゃんとみんなと遊べたんだねって言って褒めてあげて、先生もそう言ってたよって言うと、また社会性がこうできてくるっていう、そういう繰り返し。だから面白いんですけど、幼稚園受験って、まあ、3歳から4歳ちょっと手前じゃないですか。そうするとその試験項目の中に集団遊びがないんですよ。あ、集団遊びがないから何があると思います？集団の手前ということは家庭ですよね。親子遊び、親子ですよね。そう、うん、親子でどう遊ぶかっていう。それで小学校受験になると、初めて、まあ、5歳6歳になるとテストでみんなで遊ぶとか、うん、集団行動とか協調性とかって、だからやっぱりあの集団協調性を学び始めるのが3歳4歳で、5歳6歳で身についていくっていう、はい、だから結局社会性っていうのは、親がこうしないでね、こういう人に迷惑をかけるよ、ここで静かに待ってようねとか、人を叩かないよ、おもちゃは投げないよっていうことをこうあの教えなきゃダメなんですよ、うんうんうん、教えなきゃ社会性っていうのは身につかないんですよ、うん、
それで親が教えて、それができたら褒めてあげる、はい、そのこう繰り返しで社会性って身につくんじゃないかなと私は思います、はい、ありがとうございます、はい、なんか最後先生の話聞いてすっごい感じたのが、なんか我慢すること、自分を抑えつけることみたいなイメージちょっと最初思ったんですけど、うん、自分がやりたい気持ちに振り回されちゃってるんですよね、子供って。だからある意味それを律することができるってすごいお兄さんになるお姉さんになることなんだなっていうふうに感じました。そう、自分のね、やっぱりちゃんと教えられてない子ってやりたくなったらやっちゃう、うんうん、ね、物触りたくなったら今この場でこれは触っちゃいけないなって思わないんですよ、うんうん、すごく多いです今、うんうん、5歳6歳になっても触りたいから触っちゃった、なんでじゃあ泣くのって言ったら泣きたいから泣いたとかね、うん、じゃあなんでやりたいことは何でもやるわけ、うんうん、っていうのを私は5歳とか6歳の年長クラスに教えてるのが現実なんですよ。だからそれは3歳から5歳までの間に親がきちんと教えない、うん、だからよくあるんですけど、ファミレスなんかでも、はい、じーっと見てるとおもちゃとか置いてありますよね、はいはい、そたたたと子供が売店コーナー、ね、来てきて、うん、その売店コーナーにあるものをこう触るんですよ、はいはい、まあ自動車ちょっと見たり、ね、そうそうそう、ミニカーとかで、そこへ来てね、うん、親が何て言うのかなと思って見てたら、親はあそんなものね、いくら触ってもあれいくらやってきてね、そう、うん、ダメだよ買わないからねって言うんですよ、うん、買わないからねっていう前にそこに置いてあるものは触っちゃいけないよってどうして言わないのかなと思って、うんうん、そうね、買わないからねっていうのが一番なんですよ、うんうん、はあ、そっか、まずそこはポイントずれちゃってる、そう、うんうん、買う買わないじゃないんですよ、外にあって みんながね、買うか買わないかじゃないけど、買うもんなら手に取ってこれ買いますならいいけど、うん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 、その触りたいんだと思うんですよ、こう車見てても。そうですね、でもそれを律することができるか、うんうん、でもそれって試験問題に出るんですよ、すごくないですか、試験に出る、はい、そう、子供が触りたくなるような、こうなんていうの、プラレールみたいなものに走らせてるらしいんです、はい、試験会場にある、そう、こうなんかケースにケースがこうあるのか、はい、で、いいですか皆さん、これは触っちゃいけませんよって一言注意をするんだけど、でもそれは子供から聞いたんですけど、注意してるんだけどね、そばにいてじっと見てる子もいるし、思わずその電車を触ってる子もいるって。本当にすごいですね。 それで教室内だって、いろんな掲示物やら、はい、物だってそこまでね、金魚だってそこまで移動できないじゃないですか、うん、ね、やっぱり教室にそういう生き物とか花とかも置いてあるし、ね、うん、それまでは撤去できないけど、やっぱり子供によっては金魚かなんかを泳いでたらちょっと触ってみたいなと思って金魚鉢に手突っ込む子もいるし、だからそういうやりたいからやるんじゃなくて、やりたいんだけどこの場で触っていいものなのかな、大人の私でも好奇心があれば、これってどんなツルツルなのかって触ってみたいなと思うけど、あでもやっぱ触っちゃいけないなっていう、だからそういうものやりたいからやるっていう、うんうん、私はあえて言いませんけど、やりたいから やるんだったら何でもやっていいのかなっていう、うんうん、やっぱり大きくなってもうその小さい時にそれをやりたいけど我慢してやらないっていう、やっちゃいけないことはね、我慢してやっちゃいけないっていうことをやっぱ親がちゃんと教えないと、本当に大きくなってやりたいことをやって失敗して、取り返しのつかないことになってる、ね、っていうことはあると思うんですよね。幼児の人なら失敗できますからね。だからもうともかくそれをね、うん、一番いいのはよくスーパーマーケットに連れてくのが一番なんですよ。幼児、うん、だってほら棚にいっぱいあるじゃないですか、ね、お菓子とか、うんうん、それ触るんですよ、ね、はい、え触っちゃダメって言うとじっと我慢してこむ、そういうところからやっぱりやっていかないと、それは世の中の、うん、まあ、特に私学なんかで試験のある学校は求めてるんだろうな。そうですね、自分をこう律するっていう、うんうん、はい、そこから社会性って身についていくんじゃないかと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。はい、では教室からのお知らせです。
フレンドリスクでね、あの昨日もあのご紹介したんですけれども、大阪バージョンですね、面接特訓の、心斎橋バージョンをやります。面接特訓大阪心斎橋ということで、あ、画面が映っちゃった、まあいいや。4月9日に、大阪の心斎橋でね、4回合計でやるんですけれどもね、よかったらぜひ来てください。そうですね、あと3組そう、あと3組早い、もう先着順ですからね。先着順ですからね、もうぜひ早いうちに、はい、ね、なかなかそう、オンラインではできない、あんまりやんないですからね、うん、まあオンラインでやったこともあるんですけど、でも、うん、やっぱりマンツーマンの良さもありますからね。それはもう全然違いますよね、うん、うん、はい、ぜひご活用ください、はい、お待ちしてます、はい、ね、でもいずれあちこち飛び回ってみたいですよ ね、 そうですね、面接もそうだし講演会もそうだしね、いろんな、うん、あの各地行って、ね、新潟に行ってみたいなと思ってるんですけど ね、 ね、春になったら行けるかなと思ってもしご要望があったらぜひね、はい、お声掛けください。出かけていきます、はい、ちょっと雪が深いとね、そうですね、なかなか難しいなとは思うんですけど、はい、雪も見てみたいなと思うんですけど、うん、まあとんでもない雪らしいですからね。あ、そうなんだ、やっぱり違うんですね、うん、さすが雪と言いますか、はい、もう屋根2メートル3メートル積もっていって、そうなんだ、でもその重さに耐えられるだけの屋根になってるんですって。あ、なるほどね、うん、やっぱりちゃんと雪で滑ですね、まあいろいろ行ってみたいなと思いますので、ね、なので興味ある方、いろいろとあの、はい、他の地域の方でも、ね、行っていただければ調整可能かもしれませんね。4組集まったら行けるかしら。そうですね、はい、まあ何するにしても年長クラスもそうなんですけど、お仕事とお持ちの方とかもいるから、教室は結構無茶ぶりにはあの対応しますのでね、はい、はい、それも踏まえて、うん、子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っています。体験授業も受付中、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。それこそ1歳6ヶ月からね始めた子は、そういった社会性の部分も含めてじっくりじっくり時間をかけて焦らず丁寧にやってきますからね。そうですね、うん、はい、はい、連絡先です。電話番号は 03-3390-0750 番、メールアドレスはご覧の通り。フレンドリースクールでは引き続きいろいろなテーマでお話をしていきます。皆様からのテーマリクエストも大歓迎、またよろしかったらチャンネル登録高評価もお願いいたします。はい、お待ちしてます、はい、本日も最後までありがとうございました、はい、ありがとうございました。